はい、リスナーの皆様、インテグラルサイケデリックラジオ第35回のお振り返りも聞いていただきどうもありがとうございます。本編に引き続きですね、ゲストの鈴田由紀さん、そして渡さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いやー、本編も盛り上がりましたね。もう何かこうやっぱり由紀さんとね、こう渡さんこうが言ってくれたからこその話ができたんじゃないかなと思ってて、まあ、こう改めて本編ちょっとこう振り返ってみたときに、少しお二人のまた感想、そのあたりから今日のね振り返りセッションのまた何か3人で見つけられた共通トピックのものをまた深めていければと思うんですけども、まずゆうきさんいかがだったでしょうかね、本編振り返ってみて。いやー、とってもこう大きな学びをいただいたなというところなんですけれども、まあ、私も今、すずらぼというコミュニティを作ってはいるんですが、そのコミュニティのあり方というものをすごく見直すきっかけになりましたね。同時に、とてつもない難しさがあるぞということを改めて感じたところでした。なるほど。いや、私もこちらこそです。こう、コミュニティ運営に関して、やっぱり結城さんと渡部さんとお話、今日ね、本編でさせていただいたことが、まあ、きっとここからの自分の、また学習実践コミュニティ、より良きコミュニティの創出、また自分の主催するコミュニティだけじゃなくて、もう少しそれがこう社会として何かより大きな、コミュニティ形成にもつながっていくような、何かこう光がこうね、見えてきたこと、本当にこう感謝しております。では、ミスター白しびんこと渡さん、いかがだったでしょうかね。よかった。ちょっとその他で変なこと言うんじゃないかな。ドキッとしました。よかったです。はい、公の電波で。感性ビンビンですね。感覚がビンビン。いや、危なかったです。はい。やっぱりでも本当、ゆきさんといつも話して思うのが、やっぱり僕が、ほぼ、まあ、メインでマンツーマンでやっているものなので、やっぱりこの、集合というか、少しこう、規模感が多いところを考えるきっかけをいつも、新鮮な、切り口っていうのをもらえて、やっぱり今回もそういった話ができて、すごい充実している感覚がバシバシ入っています。なるほどね。いやー、渡さんありがとうございます。確かにね、渡さんはね、こう対クライアントと1対1で、トレーナーとしてのプログラム提供しながら、まあ、同時に今はね、こうやってスタジオ運営をされて、共同者と一緒にこうね、お仕事取り組まれているというところ、これはまさにそのコミュニティを作る、今日のね本編の話と直接的につながるお話だったんじゃないかなって改めて思いましたね。はい、そのように感じます。じゃあですね、まあこれはもしお二人からちょっと振り返りでこんなテーマについて話したいよって思っているものがあれば、ぜひぜひなんですけども、私一個今日お二人に聞きたかったテーマがあるんですよ。それは何かというと、本編では、まあ、こうしたコミュニティの話をしていったと。で、きっとこれと同じくらい重要なのは、じゃあ私たち一人一人がここからどう生きるかっていうライフ、人生の話。もっと言えば、渡さん今回ヨーロッパに来られてみて、ご自身がね、海外留学というものを志しておられて、この何か自分のこれからの人生をどう歩むのか、海外留学とかとこう絡めたようなお話をまた3人とできれば、何かリスナーの皆様にとっても、また新しいこう人生の方向性とか見えてくるんじゃなかろうかなって考えてたんですよね。ちょっとこのテーマどうでしょうかね。いいですね。じゃあこれは僕から少し述べさせていただくと、まあ、本当に今回のオランダ、まあ、パリも、カッコパリ、メインオランダ、旅行だったんですけど、まあ、今回の、まあ、いわゆる旅でもう自分のその海外へ渡るというところの、なんて言うんでしょうね、メーターはたまったなっていう感じでした。メーターがたまった、もう、はい、もう、行くぞっていう感じですね。今まではどうしようかな、どうしようかなって言って、ただいろんなこういった加藤先生とのお話とか、まあ、僕がこう、ゆうきさんとこう電話でいろいろ喋る中で、ちょこっとずつ、ちょこっとずつ、こう、少し、なんていうんですかね、徐々に徐々にそういったなんかこう気持ちとかっていうのがこう、積み重なっていった感じがあって、コップの水いっぱいになった感じが今回の旅
おお、いい表現ですね。そしてじゃあどういうふうにいくのかっていうのは、うん、今回の白シビンセッションでも起こったんですけど、うん、行った後に考えるっていう作戦、うんうん、これちょっと採用しようかなと、ここでも。おお、いいですね。なるほどね、うんうん、どういうふうにね、こう現実問題のさまざまな部分を乗り越えるのかなっていうのは、うん、行くと決めてそこにこうなんだろう、ストレッチした自分に合わせにいくっていう感じですね。うんうん、いい表現ですね。うん、自分を放り投げてそこの自分に追いつけるようにするっていう、うん、これを何回も何回も拾って投げて拾って投げてを繰り返していったら、うんうん、きっとまた自分が成長するんじゃないかなっていうのが、本当白市民セッションからもらえた着想であり、うん、実はもうそもそも自分もそうやって生きてきたんじゃないっけって思わされるような感じですね。なるほど。自らのこうね、生き方のまた原点回帰というか、こうやって自分が生きてきたっていう、いいですね。もう一回チャレンジしたいっていう気持ちですね。いやー、素晴らしいな。それを受けて、ゆうきさんいかがでしょうかね。ゆうきさんご自身もね、こう、そうですね、絵の眼差し含めて、うん。はい、私も、まあ、ずっとカナダのオタワ大学でサイケデリックスのことについて学びたいなというふうに気持ちをずっと持っていて、うん、で、いわゆるCV ですね、履歴書とか成績証明書とかずっと準備を進めていたんですけれども、うん、渡るさんのセッションのお話をこうお伺いしたときに、うん、とってもこう、まあ、渡るさんご自身にこう正直な気持ちをこう自分の中で自問自答をされて、まあ、今のようなお話もあったと思うんですが、うん、それを踏まえたときに私自身、じゃあ本当にサイケデリックスの領域を学びたいのかなっていうところを、うん、まだ改めて、自分に今突きつけているような状況なんですね。なるほど。うん、はい、ですから、オタワ大学のその留学のところはちょっと一旦見送って、ただ海外はもうすごく意識が高まってきているので、うん、海外での学問を、で、学問を学びたいなという気持ちはあるので、うん、今度はどういった学問に本当に自分が関心を寄せているのかという、今自分に正直に問いかけをしているような渦中ではありますかね。あ、いいですね。まあ、やっぱりそれが今回ね、うん、3人それぞれ生きてきた歴史も違うし、取り組んできた内容も違えば関心事項も違う、やっぱりこうしたそれぞれのね、多様性があるからこその本編のトリローグになってたんじゃないかと思ってて、渡るさんご自身はまさにオタワ大学でサイケデリックスというものを真正面からこう扱っていくと。ゆきさんは一方、いや本当に自分はサイケデリックスを学びたいんだろうかっていうね、やっぱりこういう問いが立つっていうことはすごく大事だなと思ってて、私自身は実はもちろん今こうやってサイケデリックスを学んでいるのに加えて、サイケデリックスを通して人間とは何だろうか、自己、社会、リアリティって何だろうかっていうことなので、私自身もはどちらかというとですね、サイケデリックスそのものを学びながら同時にサイケデリックスの奥にある奥に広がっている無限な世界、これを探求している自分がいるんだなってことに今はっと気づかされましたかね。なるほど。だから私は渡るさんへのこう期待、自分にある種できないのは大学院に行ってサイケデリックスをもう真正面から使える、オタワ大学というのは世界一のプログラムを持ってる、これは本当に魅力的なんですよ。でも一方で渡るさんは私はゆうきさんと同じく、じゃあ学問としてのサイケデリックスも当然学びたいんだけど、私はどちらかというとサイケデリックスを通してさまざまなことを学び実践したいと。なので私が携えていると言いますか、これからより深めていきたいのは哲学、科学、神学、この3つを通じてサイケデリックスを学んでいくと、ちょっとそういうアプローチを取っているので、今回私はオタワ大学ではない場所にね、ちょっと出願する予定なんですよね。そうですね。いや、もう本当にこう、僕自身も今すごく、刺さると言いますか、うん、ところなんですけれども、サイケデリックス自体を学びに行く、まあ、もちろん学問領域としてはとっても魅力的だし、うん、自分自身の問題関心として、うわ、面白いそうだなっていう気持ちもある一方で、もともと自分がこう、関心を寄せている、例えば社会学とか、うん、で、それを、拡大する形で学ぶべきだなと思っている哲学とか、うんうん、そういったところをちゃんと地に足をつけないといけないんではないかなという思いを
の中で今揺らいでるという状況なんですね。なるほど。うん、ですから、そうですね。ただ、もう海外での留学、まあ、自分の中では、渡るさんはコップが溜まって、海外へのコップが溜まっていったっていうお話されてましたけれども、うん、僕も感覚的にはこう、日本での留学期間は終わったなという感じはしてるんですね。日本での留学、うんうん。はい。まあ、その日本、僕が日本にで学びを深めていくのは、ちょっと終わりを迎えているのかなという感覚は今溜まっているところではありますね。いいですね。じゃあ、ということは今、ゆきさんにお伺いしたかったのは、こうやってね、日本での学び、ご自身ね、日本で修士号も取られていて、じゃあ今度はここから海外の学びに向けた、こう、コップの水は溜まっていると。であれば、ゆきさんの中でもしかしたらすでにね、今お答えしてくださったことと、もう回答含まれているのかもしれませんけど、他にどんなコップがこれ満たされれば何かユキさんの中でゴーサインが出るのかっていうのをちょっと聞いてみたかったですね。踏ん切りが。そうですね。以前こう、ライブの時、ライブ収録の時に、ライブ配信か、の時に少しお話をさせていただいた、その学問に対するワクワク感。っていうところが、うわ、これが本当に学びたいんだっていうところに、ちょっと出会えるんじゃないかなという、ところもありつつも、うん、いや、自分で動かないと、いろんなところに抜けていかないと、それには出会わないんだっていうところもありますので、最終的にはやっぱり気持ちのワクワク感かもしれないですね。なるほどな。なるほどね。いや、これなんか分かるな。それすごく分かる。で、その時に私大切にしているのが実は渡るさん流の歩き方なんですよね。なるほど。やっぱりゆうきさんのおっしゃる通りで、きっと私たち誰しもが自分を本当にワクワクさせてくれるものとか、情熱を傾けられるものに、いつか出会える可能性って誰しも持ってると思うんですよ。で、それを待つのか、今この瞬間に何か少しでも面白いなって思ったものに私は常にこれまで向かってってたんですよね。そうすると関心っていうのもやっぱりこう階層構造というかやっぱ深みがどんどん出てくるんですよね。例えばインテグロンとの出会いはあれは面白いと思ったんで即飛び込んでいった。でもその後にインテグロンの核になっている成人発達量に出会えた。でそこから時を経て今度はサイケデリクスに出会えた。このプロセス全体を眺めてみたときにやっぱり私の歩み方って渡るさんの歩み方とすごく近しいんですよ。やっぱり人間といいますか何かこうね私たちの存在を超えたものはアクションする人に微笑んでくれるんじゃないかなっていうのなんか思いますね、うん、なるほどな。だから分かります。その いつか出会えるんじゃないかね、待ってて出会えるんじゃないかっていうこの待つ姿勢も時に大事かもしれないけれども、実は私のやり方はもし表現するんだったらば常に動きながら歩きながら挑戦しながら待つっていうことと立ち止まりながら待つっていうちょっとその違いはなんかあるかなってのはちょっと思ったところですかね。うん、うん、いやありがとうございます、うん、そうですね。過去にも、まあ、もちろん大学院に進学を決めたのも、スポーツ社会学という学問領域の魅力を感じて、特にその地域のコミュニティという、コミュニティ形成というところに面白みを感じて飛び込んでいったところではありますので、そういった、ものに飛び込む、そうですね、本当に飛び込んでいいのかっていう悩みが出てる時点でどうなのかっていうですね、そういったところもこうあって、うん、その経緯からはサイケデリックスの領域ではない別のものが本当はワクワクするんじゃないかなと思っていたところですね。ちょっと言葉に雑多な言葉になっても恐縮ですけれども、いえいえ、ちょっとここまでのところ渡るさんからもどうでしょうかね。いや難しいっすね、うん、難しい、本当に難しい。ただなんだろう、決めちゃうっていう選択と、うん、待つっていう考える選択、これどっちがいつも適切とかいうことではなく、なんだろうな、まあ、迷ったら難しい方をチョイスするっていうことで言えば、結城さんにとってなんだろう、逆に行かないで我慢するっていうことの方が
ゆきさんの性格としては難しいのかなっていうふうにもなんか思えちゃう部分もあるし、うんうんうん、まあ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 、そんなこと言いながら、まあ、一旦願書出してみようよって、うん。合格って言葉見たら意外と心惹かれるかもよっていうの、どっちもあるな。なるほど。なので、行動してみて待つっていう作戦はどうですか？うん、あ、確かにそうですね。いいですね。なんか、わからないけど。いや、でもなんか今、そうね、お二人の話聞きながら、結局、いやこれもうちょっと時間軸長くしてみたら、私たち100年120年150年で生きるってことを考えてみた時に、まあ、何が起こるか分かりませんけど、やっぱ一旦それくらい軸を取ってみた時に、別に今回のオタワ大学が最終ゴールじゃないはずなんですよ。で、私はオタワでの学びをステップストーンにしていいと思うんですよね。何か次の跳躍、でも次の跳躍があるためには小さなやっぱ跳躍台って必要だと思ってて、何かで本当にこれって学問領域が出会えた、しかしそれが世界のもうトップの大学だった場合には、そこまで行くのに今度は10年かかるかもしれない。でも一旦海外留学で、あ、これ面白そうだなって思ったところのプログラムで鍛えられていけば、その次に出会うとてつもない大きなものへのアクセスがしやすくなることってあるんじゃないかと思うんですよ。つまり、ゆうきさんのサッカーメタファーでいけば、サッカー大好きだと、ね、欧州チャンピオンズリーグ決勝戦出たいと、レアルに入りたいってなった時に、いきなり中学校からレアル行けますかってなると厳しくないですか、うん、その前にやっぱステップとして高校や J リーグとか、あるいは海外の四大リーグ以外のオランダリーグとかでもしかしたら修行する必要があるかもしれない。もちろん直接行ける人もいるかもしれない、でもやっぱりそれは私はその海外留学とか人生100年150年ぐらいの長い目で見たら、こうしたオタワでの学びとか、何かオタワではなくてもいいんですけども、やっぱり渡さんがおっしゃる通り、一旦何かこうね、アクションをしてみて、で私は何かこう異質な存在が常に常に新しい扉を開いてくれるっていうのは、これまでの自分の人生体験なんですよね。なのでやっぱりこうしたその、学問を何か学びに行くプラスアルファ、やっぱり海外留学の良さっていうのは、日本ではない異国の地でいろんな国籍の人と出会い、いろんなバックグラウンドを持つ人と出会うっていう異質な存在とのこう交流、これがやっぱり次の扉を見させてくれる、知覚の扉ですよ、まさにオルダス・ハクスリーが言う知覚の扉を開けてくれることにやっぱつながるなっていうのは、ちょっと自分のちょっとこれまでの人生の半数になりますかね。いやー、そうですよね。もう本当に魅力、今年に入ってもう4月、5月以降ぐらいですかね、もう急激に海外への関心っていうのは高まりは、のはもう体で実感してるんですけれども、うん、そうですね。ただ、海外の、カリキュラムとかそういったものっていうのは、うん、皆さんこうどうやってお調べになってるのかなっていう、ところですね。一つ一つこう大学を見ていっておられるのか、うん、それともこうどういうふうな形で自分との関心を寄せているものと出会われているのかなというのは、まあ、技術的なところですよね。ここはちょっとお伺いしてみたいなと思うんですけど。うん、ああ、いいですね。ここは渡辺さんどうでしょうかね。これは僕は何も言えないですね。白しびん、白しびんの、ちょっともうないわ、白しびん。もう全然入ってない。花瓶買ったな、もう持たん。まあ、もしでもこれ、加藤先生が、うん、なんだろうな、どっか全然違う国の、全然違う学科の名前挙げてたら、多分僕そこに行ってたはずなんですよね。うん。だからまあ正直、なんだろうな、どんなことを学びたいっていうのもたまたまハマってきたけど、今は、うんうんうん、そういうデリックスすげーって今なってきたけど2ヶ月前は本当何も知らなかったからですね、うんうん、サイケデリックってスペル書けんしなみたいな、なんかそんなところからだから、うんうん、シャイケデリックみたいな、なんかそんな感じから今来てるから、うん、しかも今カリキュラムって言われても僕もまだ何も見てないからな、うん、なるほど。いやー、いい話ですね。いや、でも渡辺さん、今のはまずちょっと冒頭のところでね、白しびんの効力があっておっしゃってましたけど、これは大事な話で、まさに白しびんって領域特定型に働きかけるんですよね。ご自身の認知とかについて働きかけるんで、さすがに知識がない領域とかは厳しいんですよ。そうカートフィッシャーが言うね、領域全般型で白しびん様の力を借りることは難しいんで、今のは面白かったです。
で、なるほど。でも、かくいう私も、実はサイケデリクスの目覚めって、渡さんとほぼ同時期なんですよね。だから、この間のね、8月ぐらいですから。で、この時に、ちょっとゆうきさんのお話に戻れば、やっぱりいくつかパターンがあると思うんですよ。それは何かっていうと、これもいい悪いはないんで、ちょっと聞いていただくと、日本人の方が海外留学する時のパターンっていうのが2つあると思ってて、1つは自分が知っている何かこう大学ビッグネームに惹かれて、例えば調べてみて、ああこの教授面白そうだなとか、このプログラム面白そうだなっていう形で入っていく。例えばもうアメリカだったらね、IBリーグ系のね、ハーバードとかイエールとかね、まあ、IBリーグじゃなくてもスタンフォードとか、たくさん有名な大学って日本人知ってるじゃないですか。その大学から入っていって自分の関心を合わせていくっていう方向性、これもベクトルの話ですよ。つまり大学側、大学に合わせていくベクトルですね。一方、私が JFK 大学を選んだのは逆で、自分が本当に学びたいものはこれだと、ケン・ウィルバーの思想および心理学を幅広く学びたい統合心理学プログラムが世界に1個しかなかったんですよ。で、これは完全に自分の関心を中心にしてベクトルを向けてって JFK を見つけた、世界にそこしかないっていう形で選んだ、多分この2つの方向性があると思うんですね。なので、渡辺さんのおっしゃる通りで、じゃあサイケデリックスを体系的にって言えば、もう選択肢はやっぱりオタワなんですよ。あんだけ素晴らしいプログラム私は作ってないと思うんで。なのでここは大学の名前から調べていくっていうパターンと、あー自分何を学びたいのかなっていう、あこれかもしれないな、それを Google 検索で打ち込んで、例えばね、インテグラルセオリー、グラジュエットプログラムとか、グラジュエットスタディ、マスターズプログラム、こういう検索を打つと大学って出てくるんですよ。そんな2つの方向性があるかなと思いましたね。なるほど、そうですね、うん、調べながら興味が出てくるっていうこともありますね。十分にパターンとしてやっぱありますか。あります、あります、ありますね、やっぱり。そうそうそうだと思います。そうですね、まあ、まあ例えば僕も高校生の時に大学を選ぶってなると、やっぱり学問とかそういったのをいろいろやっぱ調べてた記憶があるので、多分性格的には僕は情報収集が好きなのかもしれないですね。なるほど、まあ、逆にそれが行動を阻害、行動力を阻害している可能性っていうのは大いにありつつも、まあ、性格的には多分、そういった情報収集の、前、先ほど先生がおっしゃったような、後者ですね、うんうん。そういった形での情報収集の方が多分合ってるのかなとは思います、ね。ああ、いいですね。なるほどね。一旦こうね、自分でこう関心、どんなもの関心あるかな、少しこう風呂敷広げていろいろ調べてみて、その中で一番魅力的なプログラムを選んでいく、学校を選んでいく、いやこれは本当にゆきさんの確かにおっしゃってたね、性格に合致しそうですね、うん、うん、なのでこれは本当にね、いい悪いっていうのはやっぱりこうないんですよね。なのでこれまでのご自身のあり方をある種強みのようなものを生かすっていう側と、いや強みじゃないものを生かして意思決定したらどうなるんだろうっていうね、そうですね、こんな意思決定の仕方もあり得ると思うんです、うん、確かに。ああ、でもそうですね。今言われて、こう、ふと思ったのは、確かに自分の今の性格的には後者が合ってるというふうに考えてたんですけど、その入れる、うん、どういう検索ワードを入れるかっていうことで悩んでいたんですが、うん、あもう一切言って考えてみるっていうところは、確かに自分と今までや、自分が今まであまり取ってこなかった行動に自分がどういう反応するのかという自分自身に興味はあるかもしれないですね。ああ、いいですね、いいですね。いや、面白いな。やっぱりそれでいくと、実はこれ別にあ、隠れた意図があって、あ、もう匂われてるかもしれないけど、僕これで言わんとしてること分かりますよね。実は、やっぱ私自身がなんでこれサイケデリクス学、サイケデリクスに惹かれてるかっていうと、やっぱこれは全ての学問を含むからなんですよね。だからこそ、なんかこう、ゆうきさんが仮にオタワに行って、サイケデリックスの、オタワ大学のプログラムってかなり見事で、サイエンスからも扱うし、スピリチュアリティからも扱うし、哲学からも扱うし、ゆうきさんのね、強みにされてる下証言ですよ。レギュレーションの観点からとか、社会学的なアプローチもするので、なのでそのサイケデリクスを一旦窓に飛び込んでみて、そこから広がる世界で何かまた学問をね突き詰めていくっていう方向性もあるんじゃないかなっていうのはちょっと私の思いなんですよね。うん、
なるほど。そう。だから私は正直お二人がオタワ入ったら心強い限りです。あの今後の、いや、それは学問研究の共同者プラスアルファ、何かね、その、研究機関とかコンサルティング会社とか、別に会社形態取らなかったとしても、やっぱこうやって3人で何か共同できるっていうことの良さはあると思うんで、うん、なんかそれはすごく勝手にね、期待してるところなんですけどね。いいじゃん、一緒住めるじゃん。やったら頼むよ。ご飯も作るよ。おえ、作ってくれる？うん、すごい。やったー。いやでもなんかそれはすごく理想だな。そうそうそう。いやそうですね、うん、そうなんです。いや とってもカナダのオタワ大学は惹かれてますし、いやもう渡さんには過去もあのいやもう俺も出すわっていう話をしてたんですけど、うん、そうそうね、ちょっと急激になんか今と頭によぎったことがこうぐるぐる来てたんで、そう言っていただけると本当に心強いですね。いやこれはね本当に嬉しいですよ。その例えばですけど、オタワにねこう出願されて、そこで学んで、いやちょっとサイケデリクスは違うかもなっていう方向転換があって本当にいいと思うんですよ。でもその方向転換ができるためには、やっぱオタワっていうステップを踏んでたから初めて気づけることなんじゃないかと思うんですね。サイケデリックス面白いなって思った、でもそれが本当に学びたいことなのかどうかは、一旦何かその大学で学んでみることを通じて初めて気づけるようなものもあるんじゃないかなってやっぱりこう思ったので、まあ、それを含めての何かね、オタワ大学への出願っていうのもあってもいいかもしれないなと思ったんですよ、うん、なるほど。しかもこれありがたいことにマイクロプログラムっていう、あのマスターで1年2年とかじゃないんで、時間も費用もそんなにかからない、数ヶ月間ある種プチ留学みたいなものを体験できるっていうところ、まあ、こんないい機会なかなかないんですよね、うん、渡辺さんとも話してましたけどね、ロッテルダムのバスの中とかでもね。そう。いやそうなんですよね。とってもこうあれですね、確かに魅力的だもんな。うん、初めてこう3人で沈黙が今生まれましたね。いやーでも本当考えますよね、うん、でも、うん、確かにな、自分のキャラと違うことをやるっていうのも、うん、いいような気もするし、やっぱいきなり非二元トークになってなんかちょっと悪いなと思うんですけど、白しびんの効力ができたね。白しびんがちょっと今、はい、まだ残ってました。あのいいっすね、ちょっと教えてください。足の小指ぐらいの方にまだかすかに。なるほど、うん、なんかそう、僕が感じたのはもう本当なんだろう、こういう話をしてしまったら結局なんだろう、元も子もないじゃんってなりそうな負の側面がありそうなんですが、なんか今と未来っていうのはそんなに変わりがないんだなっていうのは感覚として得た感情なんですね。結局全部つながってるなっていう感覚、うん、なのでもしここでゆうきさんがすごく、あくそなんで俺あの時に出願できなかったんだっていうのも、うん、いつかエネルギーに変換しそうって思う反面、ね、うん、今がチャンスだって思うのも反面、確かに。だから僕が今何かできることないかなって考えた時には、あらゆる角度から言葉というものを放り込んでみて、うん、ゆうきさんがそれをどう多分体に栄養として、ね、うん、ちょっとおこがましいけども同級生として、うん、なんだろう、何をあなたの小腸は吸収するんだろうかって感じかもしれないですね。プリッと代弁として出るっていう。うんこかよみたいな、ね、あ、ごめんなさい、やばい、ラジオで言ってしまった。ラジオ露骨な表現。これはもういやそうなんですよ。もう本当に渡さんはもう学生時代からですね、僕にずっと言葉を投げかけてくれるんですね、うん、その節目節目のタイミングでですね、いやー本当にだから僕もそれで決断できたこともたくさんあるわけですから、うん、そう、とってもこう今のお言葉っていうのは本当にこう本心で言ってくださってるなーということで嬉しく思いますね。なるほど、うん、なんかこう一番湧き出るエネルギーは何かなって、くそこれ楽をするとかじゃないような気もするんだよな、うん、なんか出してしまえば楽っていうふうにも思えるし、うん、でももしここで選ばなくて次の、 あの大学院、しかもいきなりマイクロプログラムとかもなく、1年間でもなく、いきなり2年間、しかも全然知らない国、その言語がましてや
なんだろう、主言語が英語じゃなかったりする。もしそこに飛び込めた時のユウキさんは、激しく成長するんだろうなっても思うんですよね。うん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 。しかし、今がチャンスだぞっても思う。うん、だから、お任せしますですよね。当たり前の、当たり前だけど。そうですね。本当当たり前だけど。うん、いやだから今なんか渡さんのアプローチは見事だと思いますね。ゆうきさんいろんな言葉を投げかけて、やっぱこれがある種支援の肝ですよね。どんな言葉が響くかわからないし、最終的にやっぱりその人が決断をし、それはもうその人の決断はもうその瞬間のその決断は私はもう絶対的に正しいもんだと思うんですよ。留学しようがしまいが関係なく思います。はい、そうなんですよ。だから私もやっぱりいろんな投げかけをね、ちょっとゆうきさんにしたいなっていうのはやっぱりこう思ってて、いやでもやっぱそれはあれだね、なんかこうなんでしょう、今の話でいくと、まあやっぱりでも根底には、まあ、何を学びたいのかっていうところはなんかもう一回ゆきさんにも聞いてみたいんですよ。別にこれは学問の名前じゃなくてもいいんだけれども、自分はこういうことを学びたいと、でこれまでの社会学のもうバックグラウンドがあるのは分かってますと、でもちろんそれを継続して学びを深めるのも当然よしなんだけど、別に社会学っていうくくりとか何々学っていうくくりじゃなくても、自分はこの人生を通じて、あるいはまあ今この瞬間一体何に喜びや楽しさを感じるんだろうか、そこから学びたいことってどんなことなんだろうかっていうのはちょっと聞いてみたかったんですよね、ゆきさん改めて。うん、ずっとこう考えていて面白いなとやはり思うのは社会構造とか仕組みとかそういったところなんですよね。ですから4証言でいう右下の領域が僕は強いかなと思いますね。すで、ネットフリックスで先生からご紹介いただいたグラスイズグリーナーですかね。うん、うん。はい。を見て、いや、これはとってもこう面白いなっていう、その歴史的なところであったりとか、うん、そういったところのにすごくこう面白みを感じたところもあるので、うん、そういったところを仕組みがどうなってるか、社会的な仕組みとしてどういうふうな構造になってるかっていうところは、多分いろんなあらゆる角度から学びたいんだと思いますね。素晴らしい。これはゆきさんのもう天命使命につながるかもしれないですね。ゆきさん、それサイケデリクスうってつけじゃないですか。矢印が露骨になってきて。いや、だってもうサイケデリクスほど、文化的な闇が深く社会構造上とか規制の問題がある分野って私なかなかないと思うんですよ。もう本当に、ね、そうだからこそ、私はゆうきさんのようなね、もうこうしたことに関心のど直球を持ってる方に来てほしいんですよ、フィールドに。で、私がすいません、ゆうきさんこれはどうです、オタワ大学に行ってハーバードのケネディスクールで公共政策的なものを学び、日本のサイケデリックス規制を変える。勝手に決まった、勝手にそれでいきましょう。それで行きましょう。面白いな。いきなりハーバード行ったりするの難しいかもしれないんで、オタワ経由で社会構造仕組みに公共政策とかね、パブリックマインド、パブリックポリシーで働きかける。別に日本だけじゃなくてもいいです。なるほど。はい、うわ、ちょっと今の面白そうだなって思っちゃいましたね。なるほどな。いやでもね、これは本当にね、すいませんね、私もそこ関心があるんですよ。でサイケデリックス学んでて目開かされたのは、ああこんだけ仕組みに影響を受けて、ポリティクスとかに影響を受けて、うん、ね、規制でこんなに研究成果が変わったりとか社会実装の歩みが止まってしまったり進んだりする分野ってなかなかないなと思ったんですよね。うん、だからサイケデリックスに惹かれてるってのがあります。4証言的にどこも深められるっていうね。いやそうなんですよね。だからなんか僕は本当にこう具体的な物質がどういう体内に影響を与えるかっていうところよりも、うん、もう悲しい過去を持ってるところに本当におっしゃる通りで惹かれたんですよ、ね。なるほど、それはでもいつも言ってるかも。だからこそ、で、まあ社会学という元々のバックボーンとして、そういった視点を持ってきてたっていうところも大いに影響を受けてるんでしょうけれども、うんうん、自分自身のワクワク感を考えるとやっぱりそこの領域には最終的には行くだろうな、まあもちろんサイケデリクスの領域もそうかもしれないし、また別のところの社会構造なのかもわからないですけれども、うん、いずれにおいてもそういった仕組みや構造に対しての紐解いていく学問領域にはいると思いますね。いいっすね。うん、これなんかもうすごくしっくりきた、しっくりくる、うん、しっくりくる、うんうん、ストーリーできましたね。あ、これ志望動機書をかけます。
サイケデリックスと社会構造仕組み、うんうん、で次のキャリアも見えましたしと、うん、もう私は勝手にいやー、羨ましいな、ゆうきさん。これもしね、サイケデリックスでこの社会構造仕組みへの働きかけ、レギュレーションへの働きかけしたら、この分野の日本の第一人者です。でもしゆうきさんがやらないんだったら、私がやりますんで。俺もやるじゃあ俺がやるわ。そうそうそう、どうぞどうぞどうぞ。いや、それぐらい大事なんですよね。そうなんだよな。そうそう。で、これは結局、あの、やっぱり、渡さん、私、ゆうきさんの関心、やっぱり持ち場が違う。それぞれ活躍の場が違うんで、私もやりたいけれども、今トッププライオリティでできるかっていうと、やっぱりそうではなくて、でもこれをトッププライオリティに置ける仲間が、やっぱ本当に今は求めてるんですよね。社会構造仕組みいいっすね、うん、これはゆきさん、そもそもこうしたものがこうご関心として芽生えたのは、ご自身の何かこう人生の歩みの中でどのようなことがきっかけだったんですか。社会構造とか仕組みへ視線が向かう、うん、目が向かう。うわー、そうですね。まあ、あの、私自身、私のその大学、学生と大学院時代の、いわゆる恩師ですね、お師匠さん、指導教員が、うん、その行政の社会構造に対する批判的な視点を持たれていたっていうところは、すごく大きいところではありますし、うん、もっと、そうですね、中学校、高校っていうところで言えば、そうですね、そうですね。あの、僕、幼少期、一番最初、今思ったのは、うん、あの、明確に記憶あるんですけど、僕、5歳の時に、うん、あの、家族がこう歩いて、家族と道を歩いていて、で、その時に僕が立ち止まった時に、家族はそのままこう歩いて、まっすぐ、僕が止まったことに気づかずにまっすぐ歩いてるのを見て、うん、あ、僕がいなくても、なんか、社会は、ま、家族は回っていくんだ感じの感覚を思った記憶があるんですよ。すごい記憶だな、それ。うん。はい。それは明確にこう記憶であるんで、うん、その自分と以外の他者、うん、またはその社会っていうことに関心を言ったのは一番最初そこかもしれないです。うん、その話だよね。いや、俺も、そう、その話が出るんじゃなかろうかと思ってて、なんかこう、うん、やっぱり俯瞰してみるというか、引いてみるっていうことをすごく得意とされてると思うんですよね。うん、あの、ゆうきさんは。うん。っていうところの、まさにね、右下的には俯瞰してみるっていうことの、もう、最たる分野かなと思ったり。そう、本当そうですね。左下、右下、うん、まさにそうですね。やっぱりそれが5歳の、ある種、それは目撃者の意識状態に近しいようなものだと思うん。近い。うん、それ多分、ギフト、ギフトになる体験ですよね。うん、やっぱゆきさんの導きがあるかもしれないですね、そうしたね、本当に、うん、で多分それがきっと小中高とやってきたサッカーとかっていうのをまさにこうした構造仕組みが本当に大事なスポーツというか、システムフォーメーション以下でジャイアントキリングができてしまう面白さ、あれやっぱりこういう構造とか仕組みの賜物だと思うんですよね、うん、サッカーとかっていうの。いやー、ミッドフィルダーだったんだよな。いや、だよね。そうなんだよ。これやっぱゲームメイクが楽しかったもんな。うわぁ、すごい。いいっすね。いや、そこからまあ本当に、こうした現代社会において、いろんな治癒するべき病理とかがこうある中で、ゲームメーカーしていく、あるいはルールチェンジをして、ルールメイクをしていく人たちっていうのは今後さらに大事だと思うんですよ。で、これはもういろんな分野でそうだろうし、組織開発もそうだし、で、サイケデリックスはまさに最たるところなんですよね。サイケデリックルネサンスって言ってるけれども、実はその規制そのものに対して働きかける人たちってまだまだ少ないんですよ。うん、そうだからですね、ユキさんのようなもう人材はもう喉から手が出るほど世界の学術機関も欲しいと思うんですよ。なるほど。だからユキさん、オタはケネディスクール行ったらね、世界のあのサイケデリックレギュレーションの大学院で教鞭取るとかありえますよ、本当。いや本当ですね。本当あります。うわ、ゆきさんしないんだったら私が全部その分野取っちゃおう。あ、俺、俺。いつもながらのブルドーザー回収。渡辺さんにもいつも同じようなことでね、葉っぱかけてますよ、ね。そうそうそう。渡辺さんがやんないんだったら私やりますよ。なるほど。まんまと引っかかってきた。うん、
そうですね。いいやー。やー、でもなんか今おっしゃっていただいて、なんかとってもこう、ちょっとずつ霧、もやもやが晴れてきてる感じはありますね。なるほどなー。このタイミングでね、ラジオの収録ってもう1ヶ月、3週間前、いや、もっと前に決まってましたからそうですね。ね。このタイミングで訪れたのも何か意味ありそうですね。ありそうですそね。おっうしゃだ。る通うわー、なるほどなー。り。だって、これって振り返れば、ゆうきさんを招きしようと思ったら、本当は30回だったんですけど、つづら棒もあるし、で、偶然にも渡さんとのね、白シミセッションが終わってからのこの収録って、きっと意味があったと思うんですよ、タイミングとして。あるなぁ、ありますね、それは。そうですね。で、あ、こんな、まあ、あとは、まあ、本当にこれは別に海外留学だけじゃなくて、まあ、海外に住むとかね、そういった時にこう、やっぱり少しこう、また少し卑近な話に戻れば、やっぱり私たちはこう、海外、例えば留学する時には生活をしていかないといけないっていう都合上、まあ、仕事をどういうふうに継続するのかとか、オンラインでの自分の仕事ができるような環境を整えるとか、経済面を整えておくっていうことも、実は下準備として大事なわけなんですよね。ああ、そうそうですそう。ね。でも幸いにも、オタワ大学っていうのは、授業料もそんなに高くはなく、またこれは、一括で払うっていうわけじゃなくて、学期ごととか、マイクロプログラムだったら、ね、本当にこう、奨学で払えるっていうところも、また、こうした経済的なところの、なんでしょうね、安心感もあるプログラムですよね、渡辺さんね、ここね。まさに。いや、そうですね。いや、とっても、うわー、これはまたなんか、急激にまた来ましたね。休憩に行くぐぐぐぐ。いや、これは、渡さんは僕のことをこう知ってるか、ご存知だからだと思いますけど、僕は、ちょっと気持ちがこう、ぐぐぐっと乗せられるので、渡さんにいつもですね。今日はもう、いや、加で藤も先生とね、渡さんお二人に。どうせやるって分かってるけど、一旦こうなりますもんね。なるほど。絶対やるんです こよ。れ多ね、分これめもちゃだくちゃから。面白い。いや、渡さんとゆきさんが話して、ゆきさんが俺もオタワって言って、でも、白シミの体験聞いて、やっぱやめたわと。で、ここで話して、あと11月1日まで、本当に出願したら本当面白いですよね。いや、やっどうかぱな、やっ厳したわ。いと思うな。いで、やその時にはもう彼は自分で決めたと思ってますからね、もうこれ。おお。そう、ほん俺とがそう言っやね。たやんっていうのをもう毎回全部こう綺麗に忘れてくれる。でもそいいっすのね。自主性そすげえなって毎回思いますもん。俺が人生をハンドリングしてるんだろうぐらいの気自持ち分、で、渡さんに、初めて話す感じでいつも言いいまや、すもうから最ね。初助す手ご席やっい。て乗ってたやん。人生のハンドリングでいいっすね。もうミッドフィルダーとしていいっすね、いいっすね。はい、そうですなね。るほどな。じゃあちょっとね、今もうゆっくりまた50分近づいてきていて、まあ、もう一つトピックといいますか、何かゆうきさんから少しこう逆に、今もう本当に出願をし終えた渡さんへの問いとか、何かもし私に対して、別に海外留学の話じゃなくてもいいし、海外留学の話でもいいんですけども、ちょっとゆきさんが最後もう一つ何かこれ取り上げてみたいなとか聞いてみたいなってものがあれば、ちょっとぜひぜひいかがでしょう。そうですね。いや、今、まあ、これまでのお話の中で、サイケデリックス自体を学びに行くんじゃなくて、サイケデリックスを通して、あらゆる学問領域と関わりを持っていくっていうところは、僕の中で、とってもこう、なるほどなというふうに思ったんですね。で、渡さんご自身はもうサイケデリックスの領域にも、ど直球ど真ん中で行くっていうところの決断、っていうところは、それはそれでまた、すごいご決断だな、というところも思うんですが、渡さんはこうした、こう、白シミンセッションをされる前に、そういったご決断をされていたんですよね。そうだな、ですから、こういう未知の領域に決断するときの、どういった学問かすらわからないけれども、決断したっていうところのお話、っていうのは、最後ちょっと皆さんをお共有したいなと思いました。見てみたいですね。いやー、ありがとうございます。まあ、これは確かにな。いや、確かにな。なんで決断したんだろうな。いつの間にかスルスルスルっと出したから、あの時の決断って何のかなって考えた時には、全部が全部後付けになってしまいそうだけど、まあ、何か僕の中では可能性を感じたっていうことですかね。
僕自身が一つ他者に貢献するときに何を貢献したいかな、どう貢献したいかなっていうこの手段のところよりも、うん、こう最高の未来の可能性を一緒に作るっていうこと、ここがいつもこうずっと言葉としては何度も何度も思い出すことなので、うん、多分その時にもサイケデリックス自分がセッションをさせていただく前にもそれで惹かれて感じたところが一つあると、うん、で今思えば絶対これやったやんっていう気持ちにもなれたから、おーセーフって感じですね、ラッキーって感じ、うん、それがだからなんだろうな、学問とか手段とか、だから僕も正直サイケデリックを学びに行くっていう学校だからそう、なんかそれに願書を出してるだけだけど、うん、そのサイケデリックの前後ですね、あちら側の世界とこちら側の世界、うん、もうとんでもなくなんだろう、ストレッチされた宇宙世界があるんだなっていうことに関心を持っているので、うん、多分サイケデリックを学ぶということももちろんありながら、うん、加藤先生がおっしゃっていたような哲学の領域とか、うん、もっと深い宗教のところまでいつか多分手を出す自分もいそうだなっていう気になっています。素晴らしい、うん、なるほど。というのがね、答えになっているかちょっとあれですけど。いえいえ、とんでもないです。もう、とっても、なるほどな。いや、でも、なんか私もおっしゃる通りだなと思いましたね。いや、逆に言うと、オタワではね、サイケデリックスに関するコースが充実してる。むしろ、サイケデリックスっていう名前がつかないコース、授業がないぐらいなんですよ。で、同時に渡さんはおっしゃって、通り渡さんもまたサイケデリックスを土直球に学べるプログラムの中でサイケデリックスを通じていろんなことを学んでいくんだろうなと。で一方私が今出願しようとするところはサイケデリックスが冠についた授業はないけれども、まあ、研究センターがあって、で私はそうした中でサイケデリックスを通じていろいろ学びながらも自分としてはサイケデリックスそのものも学んでいくんだろうなと思ったんで、あの結局やってることは渡さんと私も同じなんじゃないかなと、まあ、詰まるところはやっぱりそのサイケデリックスという橋渡しのその橋そのものを学びながら同時に橋の向こうですよ。それは私の表現でいけば渡さんがおっしゃってくださった最高の未来、私も似たようなビジョンを持ってて、結局それは全ての人がそのありのままの姿が肯定され、存在が心底をくつろげて、その人固有の輝きが輝けるような個人社会の実現、うん、そういう世界を私は実現したいと思っているので、うん、なんかそこの世界と架け橋をするサイケデリックスを大切に扱いたいし、サイケデリックスそのもの橋そのものも学びたいっていう、そんな思いがあるなってことに今渡辺さんのシェアを通じて気づかせてもらいましたね。いやー、ちょっとすごい。ゆきさん、ちょっと待って、僕が喋りますね。もちろん、もちろん。ミスターしゃしび。そう、その、いや、今ですね、膝ぐらいまで上がってきました。ああ、なるほど。そう、あの、本当にまさに、あちら側の世界と、今のこちらのリアリティという橋と、で、真ん中に本当に川が流れていますと。で、橋根を作る仕事ももちろん大事だし、渡った後の過ごし方も大事だし、で、こちら側の世界っていうのはもう結構ね、多くの人がやってくださってるんですよね。うん、でも、橋こっちですって看板上げてる人あんまりいないんですよ、まだ。確かに、その通り。それ、ゆうきさんめちゃくちゃ似合うと思う。おぉ、こっちこっちって、この指止まれの状態、なんか、そのキャラクターだなって。なるほどね。うん、渡さん素晴らしいじゃないですか、それは。または、ね、その看板をなんかこう地面から引っこ抜いて、なんかちょっとその辺うろちょろしながら、あの現実世界の人たちに見せに行くっていうか。おで、あ、もう大丈夫ですよって、もう法整備もしっかり整ってるんで、渡り来てくださいっていう。なるほど。なるほどな。確かに。いや、今のはいいですね。なんか三者役割が違って、ゆうきさんは、その橋はこっちですよとか、橋までの道路の整備という名の規制の改革とか、ああそうですね、すごいですね、道路の整備だ、うん、なるほどな。いや、そういうゆうきさんやね、わたるさんのまた持ち分それぞれ違う中で、それはなんかすごくいい役割、素晴らしい役割だな。いや、ピンときてますよ。いやー、とっ私もピンときてました。ゆうきさんはどうですか。大丈夫、大丈夫ですよ。
いや、今、本当になるほどなと思いましたね。ああ、そうか。サザエさんの戦闘状態ですよね。あ、こっち、はこっい、ち、こっはい、はい、ち、ピッはい、はい。ピッピッピッって、そうそう、指いや、いいっすね。なるほどな。向いてる、向いてる。ああ。まあ、いや、なんか、本当それ向いてる、ここまでのね、私のゆうきさんの関係性だけでも、ご関心からすると、それをできるのはやっぱゆうきさんですしかね。いないんじゃないかと思うぐ勇らい。気しか生きできん、これは。で、もしゆうきさん、僕、あんまりそれ興味ない。僕は。もしゆうきさん、最終決定迷ったら、11月1日までまだ時間ありますんで、オランダで、白市民セッションあります。飛んでいけ飛んでけ、いやー、だから、あれですよ、渡さんには、ちょっとどうにかして持ち込んでくれないかってお願い一回しました。これね、今の話面白いのは、あれだけ規制に関して真面目に話そしうそうてるそうそう。確かに。チロシビンはもう、もう一回、リスナーの皆様とね、にちゃんと伝えないといけないんですけど、ダメなんですよね。チロシビンは持ち込んでもいけないしね、そうなんですよね。残念ながら、所持も使用も認められてないんで。しっかり踏み台にしやがったよ。でもいいですね、今のネタは。面白いな。規制をこれから整える人間が規制を破ろうとしてるというね。そうね、破ってみるのは良くなかったですよって言うんでしょうね。そうね、そうね。面白いね。僕は大切な友達を失いました。ルールのね、脱構築。ルールブレイクからのルールチェンジやルールブレイク。いやー、面白い。面白いな。じゃあ、ちょっとですね、最後ちょっとこう盛り上がったので、ちょっと今50分来ましたんで、最後ちょっと私、渡るさん、ゆうきさんですね、ちょっとぜひそんな流れで振り返りセッションも終えていければと思います。はい、ではですね、じゃあちょっと私から、改めまして、リスナーの皆様、そして、本編と同じくですね、ゆうきさん、今回はゲストとして、ね、ラジオの場に来ていただき、本当にどうもありがとうございました。そして何よりね、渡るさんのこの白紙瓶効果がまだまだ持続してますんで、そう、まだまだ体勢がね、内側にある2週間はもうまだまだスーパーサイエンジモードだと思うんで、もう今日の渡るさんからのいろんな問いかけ、洞察、いや本当に素晴らしかったですね。やっぱりこの50分振り返ってみて、やっぱりゆうきさんご自身が、まあ、ここからこうどう生きるのか、何をこうね、どう学んでいくのかとか、まあ、海外留学、ね、するのかしないのか等々含めて、やっぱりゆうきさんのお話をこう聞いて、あ、やっぱり人それぞれには本当にこう固有の使命天命があって、まあ、持ち場があるんですよね。でこの時にやっぱりこう一番天命の最後の、使命の最後の課題っていうのが、これがね、天命を選ぶ時のまたその決断の難しさ、そう、それが天命であるがゆえに、身がすくんでしまったりするんですよ。ボディがすくんだり、マインドがすくむと。でも、実はソウルやスピリットは、そこを乗り越えてきてほしいと願ってるんじゃないかなっていうね、まあ、なんかそんなことをちょっとこう思いながら。僕が死にたい、はい、ちょっとね、今日自分にも照らし合わせて、私もゆうきさんやわたるさんと同じく自分の天命に素直に、開かれた形で自分の使命天命を全うしていきたいというふうに思いました。ゆうきさん、わたるさん、50分間ですね、振り返りセッションも時間を共にしていただき、本当にどうもありがとうございました。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 ではですね、白紙瓶、輸入者、密輸入者の渡さん、お願いします。危ないです、もう捕まります。捕まりますね。危ないです。はい、そう、渡航歴が、いやー、まずは本当皆さん、リスナーの皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、今回ゆうきさんの、まあ、留学の話含めて、人生の話含めて、やっぱりこう、人への興味関心っていうのが、うん、ますます高まる回になったし、うん、まあ、きっと、まあ、どんな人でも、ゆっくりゆっくり紐解けば、もう、とっても楽しい、本当にユニークな体験や、まあ、思想っていうのがきっと、誰しもは持っているんだなというふうに思いました。うん、で、それと同時に、もうこの現実世界で従前に生きていることが、うん、まあ、自分の人生を従前に生きているか、ということに、ちょっと僕も、こう、疑問符を投げかけるような仕事や取り組み、そういったところも、やっていきたいなというふうに、素晴らしいですね。思わせていただきました。うん、そして、ゆきさん、僕の、人生で唯一で、
人生で一回きりのちょっとこの願い事を使わせてもらうとすれば、うん、このマイクロプログラム出願です。まだねちょっとこの願い事を使ってないと思うんでちょっとここで使わせてください、うん、ということを最後の言葉に変えさせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。素晴らしい。ではゆきさんいかがでしょうか。はい、放課後セッションも加藤さん、そして前回一般の渡るさん、本当にありがとうございました。伝わってる俺、うん、いやーあの新しい決断をするときにどうしてもこう足がすくんでしまったりとか、うん、心のが一個持っていけなかったりっていうことは、まあ、もちろん僕だけではなくて、うん、おそらくリスナーの皆さんもたくさんいろんな場面であるのかなというふうには思います、うん、ただまあ、今日聞いてくださった方はもちろんだと思うんですが、そういった方にもですね、こうやって言葉を投げかけてくれるお二方、僕はいらっしゃるし、皆さんの周りにもいらっしゃると思いますので、やはりそれをありがたみをしっかり感じていきながら、そして自分自身の、本当に何をやりたいのかとか、本当に自分の気持ちはどうなんだっていうところをですね、向けられるというそのもの自体にすごく感謝していくことが、新しい一歩につながるのかなというふうに身をもって感じさせていただいたところでございました、うん、渡るさんの最後のですね願いっていうのはもう15回目ぐらいですから、あまりこう響かないところではあるんですけれども、それにしてもこういろんな言葉をですね本当に投げかけていただいて、私自身も本当に励みになりました。またちょっとしっかり考えて、決断していきたいと思います。本日は2人ともお二人どうもありがとうございました。いやどうもありがとうございました。